ですね。思ったよりも雪少ないから嬉しいんでしょ。来ました、定山渓自然の村、大好きな場所。こちらは札幌市が運営しておりますので、とても安く破格です。破格かつね、かつ綺麗だよね。綺麗ですんごい動物がたくさんいる。シマエナガもリスも。そうだね、アクティビティみたいなのも充実してるよね。そうそう、今日スノーシュー履いて歩くスキーみたいなのやろうと思うんだけど、なんとその値段が、え、いくら、500円とか100円か、200円。200円、安っ。やば、面白いのあったよ。ちょっとあのさ、ペンつけてみてよ。うん、でそのシマエナガのところさ、赤いところ、え、すごいじゃん、すごいじゃん。あ、え、すげえ。50から50から、なんか似てるね。同じ、これ家で聞きたいね。40から、かわいい。これ島はもう一回、島独特だよな。いいね、赤毛の。これすごいじゃん。黒ネクタイ。ネクタイしました。おしゃれなアイマスク。正面から見るとちっちゃな雪だるま。ねえ。結構勉強なんだよな。熊の生態とかさ、クイズでなかったっけ？木に貼られててさ、レンタル品が充実してんだよね。サーカス DC2500円、安っ。うん、待って待って、テントとテーブルと椅子で2500円。めちゃくちゃ安い。お、マルじゃない。お、マルだ。灯油ストーブ2500円、お試しできるのいいよね。薪ストーブも2000円で使える。足長さんじゃない。あ、足長さんだ、新聞さんのやつ。こちら薪ストーブ買う前、ここでレンタルしてやろうとしたもん、ね、そうだね。うん、いいじゃん。結構あったかいんだよね。あったかいよね。うん。でもさっきさ、なんか追加でストーブ持ってきましたかって聞かれてさ、うん、え、って思わなかった。あれ？
結構冷え込むのかなみたいな。つけちゃう？そうだね。雪降ってきちゃった。サクッと立てましょう。久々トップ。なんか鎌倉作りたいな。かれこれやっては崩れやっては崩れを6回ほど繰り返しております。ちょっと幅がないので両サイドのガイロープを打つ場所がなく木に引っ掛けてる。このタープなんか意味あんの？このタープなんか意味あんの？雪よけ？めっちゃたるんでるけど。まあいいんじゃない、これで。マジ？焼肉。だいぶネズミ男みたいだけど。中になんかいいんじゃん。こうしやつさ、あそこに繋がってる。あそこ巣？タヌか？天がいるって言ってたよね。出てくるかもね。今日は雪中バーベキューの予定なんですけど、なんか怪しい。すごい大雪に見舞われておりまして、今日は本当は雪の予報じゃなかったような気がするんですけど、雪に見舞われております。ケンはこれでいいと言い張りますんで、これでいきます。まあないよりいいよね。なんとか基地が完成したな。どうしても焼肉がしたい私たち。最近やってないもんね。てかもう5時なのにさ、明るくない？外明るいね。日遅くなったね。うん、イージーキャンプかと思いきや全然イージーじゃなかった。イージーじゃなかった。いやてか外で焼肉しようとしたせいでしょ。そうだね。けど穴水出てる。右側やばめっちゃ穴水出てる。やばいよやばいよ。やめろ来たね。体温まったか。いやなんか正直10分ぐらい前までさ、うん、焼肉の中止を申し出ようと思ってたんだ。俺ら食うもんないじゃん。いや、
県に外で焼いてもらって中で本当にちょっとつま先死にそうだった。でも今焚き火でなんか急にめっちゃ温まって元気になってきた。火のありがたみだね。めっちゃ温かい。てかうちの人もさ、うん、結構寒いのにずっと焚き火してる。いや相当な変態ですね変態だよ。タープ立ててなかったから普通に野ざらしだった。野ざらしだって強い。強すぎ。マジで上には上がいる。いやでもね雰囲気めっちゃ良かった、うん、うん。かっこよかった。めっちゃかっこいい焚き火台使ってたよね。しかも嘘、うん、なんか網網のやつ。乾杯する。あ、や焼いてからにするか。正直まだ飲めません。悪いか。オッケースオッケース剣だけ飲んでいいよはい、来ましたよ。やりますか。なんかさ、私今日さ、うん、視聴者さんからもらったさ、うん、おお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 やば、外れた。ちょっと待って、やばいやばい。どこが外れたんだ。左後ろかな。ちょ、俺そっち側行くわ。やば、大丈夫だよね。燃えてないよね。うん、燃えてない燃えてない。オッケーオッケー。ちょっと今つけてくる。やりますか。気を取り直して、はい、視聴者さんに何かもらったって。晴れのお守り。あ、はいはいはい、いただいたね。なんかわざわざ晴れに聞く神社みたいなところに行って、うん、買ってきてくれたやつ、うんうんうん、今日持ってきたんだけどさ、うん、大雪だったよね確かに。でも今やんだからちょっと少しは半分ぐらいはうちらの力を抑えてくれてるのかも、うん、久々の着替えです。さばいてきました。私だったら絶対こんな寒い日にホッキさばきたくないからさ、うん、ホッキ食べるの諦めるけどさ、うん、ケンってどんだけ自分がさばくのとかで手が冷たくなって犠牲になろうとホッキ買うよね。買うね牛のこだわり半端に。さっきさばいたんだけど生きてた。やばけど、ちょっとだけ端に寄せてくんない。今また別の王様出すわ。めちゃくちゃでかいね。ホタテがあったんだよね。怖でかくない。めっちゃでか。しかもさ、このぐらいのサイズだったらさ通常500円ぐらいするじゃん、うん、300円だったんだよね。安い。安いよね。でかくねこれめっちゃでかい。ケイトの手のひらほぼ手のひら。手赤いね、ケイト。寒いのよ。寒い？あ、ケイト、この手袋履きよ。いや、やりにくいのよ、そしたら。そうだよね。ホッキやばくない？食べる？あ、この紐は醤油、酒、みりんで煮た方がいいんですけど、めんつゆとか。ケイに醤油、酒、みりんと指示されましたが、うん、反抗してめんつゆかけます。いいね。本日もこちらです。北海道の島、札幌。飲みなさい。ちょっとやばいよ、多分ホッキー。こっちかな。いや、こっちだな。うわいい感じ。レモンかける。かけたいけどめんどくさい。めんどくさいけど、まあ、かけるかくそー、めんどくせー。わざわざレモンを切ります。めんどくせー。めんどくせー。手が真っ赤になりながらもレモンを切ります。いやめんどくせー。ケイト、これ食べないよ。ケイト、それ食べろよ。いいよ。じゃあ、ケイト、お疲れさんです。乾杯。ちょっと私、まだ無理。てか、うちらアホじゃない、絶対。あんた、よく飲めるね。サブサブサブミサブミ絶対アホだ。はいはいはい、いいの。うわうまい。うわもう炭火全然違う。うまっ。この備長炭の香り最高だね。うわうめえ。うまっ。めちゃくちゃうめえ。わあケイト、ケイト、これうめえ。左は使わないでしょ。だっけ。ちょっとすみません、ビールいただいて。ビール飲むの？ちょっと、ですか、それ、ちょっと、県内です。いいよ。ちょっ
とやっぱりこれ食べた後も。まあそうだよね、そうなるわな。うまい。これちょっとこのこっち側食べてみたら、このめんつゆの煮たやつ。これ？うん。うわ、これ食べていいの？いいよ。え、これなんだっけ？大きな紐？うん。え、これ食べていいの？いいよ、もちろん。一口で？いいよ。うまい。やばん、完全復活した。お腹空いてたんだわ。うん、ほんまね、うん、もう完全復活した。塩加減バッチリです。素晴らしいです。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとやっぱ、うん、ごめんなさい。あの今マイナス6度ぐらいです。え、でも進んできた。普通に普通に進むよね。この間キャンプ場でさ、うん、昼間の方に会ってさ、今日ホッキ買ったんですって言ってたじゃん。言ってた言ってた。でさ、ホッキのザラザラをしたねって言って、言い放って言い放って帰ってきたじゃん。爆笑したよね。すごい楽しみそうにしてたね、ホッキ。皆さん、このザラザラが下で、これをこう乗せる。これが下、下だとしたら、そうそう、こう乗せるってことだね。うん、そう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 、うん、いい音、新鮮な音する。ザクザクザクって。うまっ。飽きてよかった。新鮮なのってさ、あのさばいてても臭くないんだよね、全然。古くなってくればくるほどもう臭い。貝って全部そうだよね、やっぱ。そうだよね、うんうんうん。今日はこの上でタンとホルモンを、うんうんうん、あと焼いて中で二次会するんだけど、なんか中で火使えないから、うん、絶対にここで焼いて食べてからいないといけない。まあでもさ、ずっと焼肉やりたいねって言ってたからよかった。まあ、肉焼いてないけど今のところ。北海道民の焼肉って海鮮、ね、肉を焼くことじゃないから、ないんだよ。外で何かを焼くことを焼肉って言ってる。じゃあ見てみましょうか、このどでかいホタテ。うわ、おお、うわ、うわ、でかっ。めっちゃでかい。しかも焼き加減ベストじゃん。もうあとちょっとだけ火通せば、もうめちゃくちゃでかい。めっちゃうまそうなんだけど。綺麗、めっちゃ新鮮だこれは。うわー、確か買ってよかったね。今日仕入れよかったね。よかった、やっぱ冬はいいね。皆さんここ気をつけてください。ここね、ここ重要ですからね。皆さん、でもこれうちら3年ぐらい前食べてたよね。食べてた。俺の父さんが誰かに怒られたの。そこやばいぞ。普通視聴者さんからもコメント来てたよね。あー、え、ウロ食べるんですか。そこゴミ入ってますよみたいな。久々、うまそう。久々、こんな大きいホタテ。いや、贅沢だ。でけえ。ステーキじゃん。うまそう。肝もうまいんだよね。鼻水出てますけど。鼻水垂れながらホタテ食ってる。やばいよ、マジでうますぎ。うますぎ。え、醤油かけてよかった。うん。ステーキ、マジでマジでステーキ。ケイトの顔の4分の1ぐらい。マジですごい。いただきます。うわっ、うわっ、やばくない。めちゃくちゃうまい。どこさん、どこさんだった。どこさん、これ珍しく見てないんだ。ケン、みんな忘れてた。定山渓のさ、いいところってマジで静かだよね。もう無。やっぱここ好き。うん、好きだわ。文字通り本当自然の村って感じ。このこちらが今日泊まるゲル、1泊3000円でストーブ付きで、普通に高規格のキャンプ場行くより安い。
確かに。こう近くのキャンプ場行ったら4000円とか、うん、4500円ぐらいするじゃん。場合によっては5000円だっけ、もっといった、うっそ、6000円とか言ってた。あそこ設備いいからね、うん、これ3000円だよ。だから冬キャンプしてみたいけど、うん、めちゃくちゃいいよ、うんね、雰囲気だけ味わえれば、過酷な思いはしたくない人とかめっちゃいいよね。めちゃくちゃいい。ただ中で炊事できないから、うん、でもカップラーメンとかにすればさ、よくない？なんだろう、レトルトカレーとかだったらそこの出口のところでお湯沸かしてさ、パパッと作れるよね。うん、何個？1人2。お、結構量あるね。なんかすごいこのホルモンどでかいかもしれない。不安になってきた。薄いやつが好きなのに。めちゃくちゃ美味しそう。焼き加減いいよね。レモンかける？はい。割とカリッとめだもんな。はい。意外とさ、なんかでかいと思ったけど、あ、でかいね。ちょうどいいやつもある。あるあるある。うん、これとかもめっちゃいいよ。よっしゃ、じゃあレモンかけます。黙々なんだけど。タープ大丈夫かな？大丈夫っしょ。火花は散ってないから。匂い。匂いはやばいっしょ。終わったわ。うわっ、うわっ、うわっ、はい。うまい？うん、いい。なんか味付けだったよね。うん、味付け。濃くない。あ、ほんと？こういうの味濃いじゃん、大体。うん。ちょうどいい。いただきます。お、めっちゃ美味しい。うまっ。まあ、塩ホルモンうまっ。ケイトの好きなやつだな、薄いやつ。うん、実は今これが焼けるのに火力が弱くて15分ぐらいかかったんだよね。分かった。で、私はもう寒すぎて耐えきれず一回中行った。ゲルの中にいた。見学。それいいよね。まあ、ね、寒くなったらさ、ちょっと温まりに行ってさ、また出てくればいいじゃん。でも剣がだから一人で焼いてた。うん、うまっ。うんうん、ちっちゃいけど美味しい。そういえば今年なんか雪少なくない？雪少ない、うん、あ、でも居酒屋系やった日が死ぬほど寒かった。そうだ、その時だけ大寒波。大寒波だった。でも雪は少ないよね。気温は寒いけどさ、うん、って言ってたら明日ぐらいに降るから。そうなんですよ、毎年そう。なんか友達が続々と沖縄に移住し始めてんだよね。ああ、そうだ。去年も一人、今年も一人。いや、なんか今日インスタ見てたら同期がいつの間にか沖縄に住んでて、うん、旅行かなと思ったら住んでる。すごいね、沖縄行きたくなった。半袖だったもんだった。え、半袖、うん、いいな。なんかみんなさ、北海道のことは好きじゃん、うん、その引っ越した友達もね、うんうん、でも北海道民ってめっちゃ憧れるじゃん、南国に、うん、短期的にかもしんないけど一回住んでみたいよね、やっぱり、うん、絶対みんな思ってない一回住んでみたい。絶対思ってると思う。ケイトはあれでしょ、親戚の人住んでるしょ、うん、会いに行けんじゃん。家泊まっていいって言ってたもんね。うん、そうだそうだ。いいね、え、いいね。お、これケイトにやる。いいね、沖縄に住む。あっさり、あっさり北海道捨てる宣言したい。2拠点いいね。うまいわん。うん、なんかキャンパーの人もさ、普通に綺麗な緑の芝生でキャンプしてたんだよね。ん？沖縄の。沖縄で？海じゃないところがあるんだ、あのキャンプ場。あ、海みたいなのはでもその前に見えてたけどね、うん、なんか手前が芝みたいな。へえー、そうなんだ。いいね、やっぱ食だよね。ソーキそば好きだけど、まあ行くは毎日ソーキそばで。え、マグロとか美味しいらしいし。あ、そうだね、マグロあれば大丈夫じゃない。うん、でかそう。ああ、まあそこそこ。うわ、貝柱すげえ。沖縄移住する？いや、なんかさ、沖縄の良さも知れるかもしれないけど、北海道の良さもきっと知れるじゃん。それがいいよね。結局戻ってくる、来たいってなるんでしょ、だって。そう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 、絶対そうだよね。うん。出番が来た。この揺れてる炎みたいに見える LED ランタン。いいね、めっちゃ。これ最高。うん、普段あまりに気に入りすぎて家で使ってるんだけど持ってきた。うんうん。
わー、あったかい。最高。最高じゃない？いや、最高。こんな良かったっけ？暑いぐらい。半袖短パンでいける。このズボン脱ぐか。確かに。短パンでもいいぐらいか。え、短パン持ってきてみて。短パン持ってきてますよ。なんでよ。今日は忘れなかった。何で持ってんの、短パン。靴下脱いでいいか。私これ、やばい。もう、いや、いいんじゃん。いらない、タイツ。うん、ちょっと中に移動してきたところで、今日本当は牡蠣食べてる時に出したかったんだけど、うんうん、こいつ麦ぬい生牡蠣くん。はい、麦ぬい生牡蠣くん。麦ぬい、何麦ぬいって。子供なのかな、まだバブ生後1ヶ月とか。ちょっと私たちが牡蠣が好きなのっていうことで、この間の居酒屋 OK で視聴者さんからいただきまして、まあでもまだ仲間入りするかどうかは安易には決められないんで。オーディションがオーディションがあるから、うん、でこれ、この子もオーディション受けさせてくださいって、あの新メンバー候補生ってここにわざわざ書いて、でも日沼さんがくれたんだけど、おぶんぐさんっていうらしいんだけど、この子をぶんぐさんって言うんですけど、レギュラーメンバー入りさせてくださいって直々に来たんだよね。名前がね、いいね。おぶんぐさん、かわいい。この二人がちょっと次期オーディション受けることになりました。で審査員が島とふにおとみるるという、うん、こうシビアな戦いになると思います、うん、あの人たち結構厳しいんで。厳しいですね、うん、無事通過した際には新メンバーになります。よろしくお願いします。みるると同じ歩き方なんだ。二次会のお供はこちらです。特選本マグロ。上質ですね。ねっとり系ですね、これは。うわ、分厚っ。これ贅沢。綺麗。美しい。すごい、なんか羊羹みたいじゃん。赤い羊羹。大きめに切ろうかな。うわ、うわ、ちょっと絶対うまいやつ。こわ。生がきくん、生がきくん好きなのか。マグロ好きじゃない、やっぱ美しいね。生牡蠣くんに関しては、うん、今日どれぐらいパフォーマンス出せるかで、うん、この審査に影響してくるからね。表情とか、そうそう、今、うん、この間も審査に含まれますので、そこの表情とかリアクションとか大事だよ。ワイプの表情、うん、ちょっと二次会なので手抜きです。いつも醤油、酒、みりんとかでやるんだけど、だし醤油てか刺身として食べても十分美味しいやつですかね。そうだね、贅沢で。これちょっとだけこうつけておきたいかもね。5分ぐらい。いいね、いいね。おお、綺麗。そしてこちらですね。この時間帯海苔干してた。完成でございます。対してマグロ3分ユッケ。だいぶあったかよ。靴下、ちょっと失礼します。うん、目の下に海苔みたいなのついてる。ちょっと一品追加していい？うん、なんかさっきスーパーで買ったミニ海苔が、売ってんだ。そう、めっちゃちっちゃい。なんかちょうどいいサイズ。これになんかこのディップ式のクリームチーズ買ったから。いいね。これをなんかそれぞれこうちまちまヘラでこうピッてやって、うん、いいね。海苔合うかな。いや、海苔合いそうだね。天才。本当は四つ葉のクリームチーズを探しましたが、ありませんでした。海外のやつにした。デンマーク。パッケージおしゃれだよ。ペッパーが混ざってる。へえー、いいじゃん。ちょっと横に出しておきますんで。えっけん、いぶりがっこクリームチーズ好き？昔苦手だったけど。そうだよね。最近食べれるようになったかも。ケイトがよく頼むから俺も食べるようになって好きになったのかな。めちゃくちゃ影響しちゃってるじゃん、ケンに。俺さ、甘いものもあんま食べなかったね。やめろわ、ケイキョみたいに言うの。だから、太ったのはケイトのせいかもしれない。まあでも確かに、コロナ禍のストレスで毎日コンビニスイーツは食べてた。食べてた。あれで太ったのよ。プレミアムロールケーキ。そうそう、でもあの時、うん、ケンは激痩せしてたんだよね。そうなんだよね。プレミアムロールケーキがまだ137円の時代かな。126円だっけ。いやぐらいじゃなかった。126円か。今となってはね、もう160円とかいってるから。
そうだよね、うん、怖いね物価は。え、これ最後もしかして何ケンがさっき使ってたやつまだある。いや、ない。え、これもティッシュ。え、今ない。もうこれでやばいじゃん。あれもないの。あれもう1枚ぐらいしかない。そんななかったんだ事件です。ウェットティッシュがなくなりました。ほら、ケイト。うん。ほら。ほい。いただきまーす。いただきまーす。え？醤油だけで美味しい。マジうまいな。マグロユッケてか本マグロなんでこんな美味しいんだろう。めちゃくちゃ美味しい。うまい。これ素材がいいからもう味付けなんでもいいんだ多分、うん、もう塩とかでもいいんじゃん。確かに使ったのこの甘口九州醤油みたいなやつなんだけど、うん、塩でもいいかもね。うん、どうしたっけ。いや快適だなと思って。ちょっと前回の散歩過酷だったもんね。70センチぐらい積もっててめっちゃ過酷でした。帰ってからも結構大変だった。大変だったね。今も干してる。あれにか干しっぱなし、うんうん、でもドラム缶風呂はさ最高だったよね。マジで最高。あれ今年、ね、もう一回やりたい。なんかほんとお風呂だけで整えるんだなって思った。うん、なんかサウナじゃなくても行けたよね。うん、いぶりがこう海苔に乗せてここにクリッチ開いていい？どうぞ。下に乗せるんだ下に乗せたよね。うまっ。マジマジ。あ、めちゃくちゃうまい。うわ来た。定番か。チーズが死ぬほどうまくて、チーズを包み込むようにこう燻製のこの学校学校学校がいい働きしてる。すっごい。海苔なくてもいいかな。よう、無理あった方がいい？うん、あってもいいけどなくてもよくて、うん、ガッコに対してクリームチーズがもうちょっと多くてもいいから、うん、ガッコ半分でもいいかもね。ガッコ、うん、ガッコ細かく刻んでもいいかもしれないし、うん定番化するかも。なんかもう一手間加えたくらい。うん、なんか普通じゃん。そうだよね、うん、あるもんね。うん、これ最初考えた人天才じゃない？確かに。どうやってこの、これって日本の料理誰考えたんだ。調べてみるわ。え、待って待って、学校って呼ぶらしいよ。え、学校って呼ぶの？えいぶり学校は、うん、発祥が秋田県で、秋田の郷土料理。え、そうなんだ。で、秋田の方言で漬物のことを学校と呼ぶことからその名が付けられました。へえ。なんか半信半疑な感じでさっき学校って呼んでたけど適当にケンが付けたあだ名かと思った合ってた。いぶりがっこクリームチーズも秋田グルメなんだって。うーん、どっかの飲食店が最初にやって広まったんだけど、それがどこかはちょっと分かってないみたいな。へえ、なるほど。すごいね。なんかまだまだ知らないことがたくさんありますね。うん、じゃあレモンサワーでも飲みますかな。うん、登場してます。まだなくなりません。濃いめのレモンサワーの素。これハワイに持ってったよね。持ってった持ってった。ケチくせ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 。てか私昨日の夢でさ、うん、ケンがめっちゃケチくさいこと連発してさ、うん、ケチくせって叫ぶ夢だった。ケチくせっていう夢だった。喋ってなかった私現実で。いや聞こえてこなかった。ケン昨日なんか寝言言ってたよ。嘘。ちなみに、うん、いいね。うん、わお、うめえ。これやっぱ美味しいね。うまいね。濃いめのレモン、札幌ビールさんのですよ。美味しい。ちょっとこっち側がストーブで熱すぎて赤外した、
短パンになります。次は温泉だな。うん、ちょっと調べて。剣見つけてたじゃん、定山渓に10万。あ、そう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 、ちょっとの温泉。あ、そう、そこ行きたいなと思ってて、旅かごなんちゃらってとこ、焼肉食べれて1万3000円ぐらい。おまかせプランだったら1万3000円ぐらいだったよね。うん、あ、お部屋おまかせプランだったら。あ、見たそれそう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 、やばくない？2食付きでしょ。うん、安すぎじゃない？離れ離れになる可能性あるのかな、うちらが。それないか、そういうおまかせじゃない。いや、なんかさ、あのグループホテルプランみたいな仕切りになってるカプセルっぽい感じのあったよね。やつあったじゃん。でもおまかせプランの1個上のちゃんと部屋選べるやつも14000円ぐらい。まあそうだね。うん、いやすごいね、めっちゃ安そうだった。安いよね。そこにしようじゃん、国際行ってボードして。まあフッツでもいいけど。いや、フッツにしよう。フッツにする。そんな国際スキー場なんて元取れない、行く必要ない。そんな私多分1個目のリフトしか乗れないもん。じゃあフッツ行きます。国際スキー場っていうのが結構上手い人が行く、うん、コースがレベル高くて、うん、雪の質もいいの。めっちゃいい、うん、でも高いんだよね。1日券5000円ぐらいする。4500円ぐらいする、うん、あのさ、センターハウスのレストランで食べるラーメンがうまいんだよね。絶対ラーメン。ラーメンもしくはカツカレーとか。絶対ラーメン。カツカレーもチョイスしてる人多かったよ。いるいるよね。なんでかうまいんだよな。なんか普通だと思うんだけど味は。なんかね、頑張った後にあったかいところで食べるご飯がめちゃくちゃうまくて。ココアもいいよね。ココアいいね。豚汁もいいね。いいね。うん、行くか。めっちゃいい。めっちゃいいね。それにしよう。そうしよう。次の休み。うん。え、ボードは別にあれだよね。2回ぐらいでもいいんだよ。まあ国際じゃないからね。国際だったら元取れないと思うけど。あ、まあ、なんて言うんだろう。別に。県があの楽しんでねみたいなスタイルでもいいってこと。まあ、まあそうだね。怒んない、私がいいよ途中でロッチ行っても。まあフッツだったらいいかな、うん、あれスキー下手だったんだっけ。あ、スキーはできるよ。スキーでもいいの。え、スキーはあれ E クラスだった A だった。いや、 B。 B だった。いや、 A だわ。降ろされたんだった。降ろされたの B に。じゃあ雪怖いわけじゃないのか。いや、2本足があればいいの。ボードが怖いの。いや、ボードやるんだよね。やるよ、うん、もったいないじゃん、せっかく板持ってんのに。まだ2回ぐらいしか滑ってないでしょ、あんた。あの板で、うん、いや、10回は行ってるよ。だってあれ10回行ってる。あれ買ったの中3だよ。中3の板まだ使ってんのやばくない。やばい。でも身長伸びないからさ、そこから、うん、あ、中3で買ったんだっけ。あ、ウェアが社会人になってか。かっこいい板欲しいな。いや、バカじゃないの。それはやめろ。それはやめろ、マジで1回しか滑んないで終わる。可愛いウェア欲しくなってきた。いや、あれ十分可愛いじゃん。あ、すいません、すいません、自分のだけ言うじゃん。社会人になってウェア買いに行った時も格好から入ってなんかまあまあいいやつ買って1回か2回ぐらいしかあんた着てないでしょ。一昨年ぐらいにケイトの母さんと弟と4人でスキー行ったの。嫌い、うん、私のお母さんさ、うん、30年前ぐらいのスキーウェア着てなかった。それ怒られるぞマジで。着てたよね。すごい年季入ったさやつ着てなかった。てかバブル世代みたいな。怒られるよ。写真と同じ服装だったもん。でも一番楽しそうにしてたよ。関係ないんだわ。みんな普通にうまかったよね。ケイトよりうまかったね。うん、いや、私のお父さんがインストラクターやってたんだっけ。あ、ほん、へえ、すごっ。なんか私のお母さんうまいんじゃない、だから教えられて。次はおぶんぐさんの審査タイムで。自立しないんだおぶんぐさん。え、自立するかどうかポイントかなり重要じゃん。5段階中ゼロでしょ。ゼロ。自立の あの、あ、六角形でいう能力の、うんうん、そこに自立が入ってることは知らなかった。入ってます。え、もう自立できない完全に。自立、サイズ、表情。立った立った。あれでも結構むずい、ここに来るまでに。だから1だね。1ですね。うん、こいつはもうこいつはもう5だね。こいつこいつ5。優位だね、こいつの方が。
だって私より真剣じゃん、オーディション。やば。でもケンさ、黒い目はさ、黒の点々っていうやつがやっぱり可愛いってこの間言ってたじゃん。うんうん、島も点々だし、うん、国男も点々だし、ミルルも点々でしょ。こいつも点々だ。どっちもクリアしてる。うん、てかうちらが持ってるのは全部白いさ。本当だ、点だ。目が点々のやつ。へえ。え、ぬいぐるみって点しかない？もしや。あるよね。あるんじゃない。ミッキーとか。あ、ミルルは。ミルル点だよ。ミルル点。あ、ちょっとまつげとか生えてる。面白いね。ダメだわ。ダメだ、うん。オーディションに参加すらできない。うん。申し訳ございません。まさかの予選落ちかもしれません。おぶんぐさん。正直ミルルも自立できないよ。ひいきじゃん。自立的、ひいき、完全にひいき。いや、あの時代はオーディションなかったからね、いい時代だったのよ。昔はいい時代だったのよ。いや、ふにおも自立できないじゃん。もうやばいじゃん、話ちゃんちゃらおかしいじゃん。まあ、カップラーメン食べようと思ったんですけど、とんでもないことに気づきまして、はい、お湯を沸かすケトルも、あとなんかシェラカップもいつも結構持ってきてるのに忘れたし、土鍋もなかった。食器どこかに一式置いてきたっぽい。なので今からメスティンで沸かします。室内火気厳禁なんだけどね、このストーブの上は五徳になってて、この上に置くのはいいみたいなので、この上で沸かします。カップラーメンのお湯めっちゃ熱そう。その間に寝床作るか。怠け者みたいな。私怠け者ちょっとあんまり好きじゃないからやめて。怠け者みたいじゃん。なんか似てる。髪の色抜けたからかな。あんたいいからこれマット膨らましてくれる？あんたが座ってるからできないでしょ、その。早く。私が選びましたのは旨辛シーフード。え、ね、これ見たことあったっけ。え、シーフードなの。そう、やばくない。やばいな。私シーフード食べたかったんだ今日そもそも、うん、でもなんかちょっと濃いものも食べたくて、うん、って思ってたらこれ見つけたのさ。気になる味。え、こんな感じ。辛そう。メスティンから。お、うまいよ。あ、ちょっと線見ていくの。あ、ちょうどかな。あ、ぴったり。あ、ストップ。ちょっとだけこぼれました。おい、ケト食べろ。ケト食べなさい。いや、いい、食べなさい。食べなさい。いや、いい、ケト食べなさい。いや、ケトが選んだんだ。ちょっと俺はちょっと水で。うめぇ。え、ニラ、ニラ入ってる。ニラ入ってる。マジ、これは期待できる。え、ニラ、さすがですね、日清さん。ただシーフードに辛いの入れただけじゃないんだね。ちょっと具材変わってます。いきます。もううまいんだけど。食べてないし。もううまい。匂いで。やばい。やば、よだれ。いい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 。うん。美味しいじゃなくて、いい。いい、やばいな。いや、ちょっと、わかるはず、この意図が。うん、いいでしょ。でしょ。いい。はあ、シーフードだね。そうそうそう、うん、シーフード、ほぼシーフード、ほぼシーフードですに、うん、ほんとそんな激辛でもなくて、うん、そう、旨辛って書いてあったけど、うん、ちょっと辛いぐらいだから、なんかあんますごい変わるわけじゃないから、うん、そんな変わってないかも。で、もともとシーフードは大好きだから、うん、これもいいねぐらいの感じ。そうそう、まさにそう。うん、うん。普通にリピートする可能性あるよね。う、うん、あるよね。うん、すると思う。何様。何様なの。うん、おいしい。
通のシーフードよりなんかカロリーが低い感じがする。え、よく気づいたね。なんか味の濃さが。カップヌードルに比べて麺が約8割って書いてあった。量が少ないんだ普通に。あ、そうなんだ。へえ。確かにあっさり美味しい。あのプロテインとかのシリーズさ、これ あっさり系のシリーズ。あ、やっぱだからか。だからなんだろう、ちょっとパンチが少し弱いのかなって。しかも、うん、昆布だしとか使ってる。今ダイエット中なので僕にとってはいいかな。っていうかそもそもこんな時間に食べたらダメなんですけど。皆さん12時回ってますよ。回ってます。実はなんかあれから2人でまた、だからあなたのターン長くなって今やめたんだよ食べようとして。あ、そう。この動画で振り返ってみてちゃんと私やめてるか。いや、やめ、結構食べた後にやめたんだよ。うん。でも2人で1個にしたし。そうですね。今日ご飯物食べてないもんね。うん、食べてないね。だからケンは普通に足りないと思う、うん。まあ、この時間に食べるっていうことは問題だけど、まあ、一生普段頑張ってんだから。そうだ、キャンプの日ぐらい、うん、キャンプの日ぐらい飲むよ。飲むし食べるよ。結構雪がすごいね。やばいよね、うん、今トイレ行ったけどもう靴の中に雪入ってくるレベルで積もってたよね。積もった。しかももう頭にもうべっちょり雪がついて。タープやばいかな。いや、タープやばいと思う、うん。あ、ちょっと夜更かしましたね。やばいね。やばいっすね。もう1時ぐらいかもしれない。あ、雰囲気いいね。めちゃくちゃいい。天気暗くした後の。え、これ3000やばくない？え、1人1500ってことでしょ。そう。しかも確か4人とか泊まっても1000いいんだよね。3000だよね。確か多分そうだよね。すごすぎじゃん。え、赤字。だから冬キャンプの道具揃えるまではって人はマジでおすすめ。確かに一番おすすめかも。ここが旅行で来る人もいるよね。ここに、うん、なんか前ここで視聴者さんに会って本州から旅行に来てて、でもテントは持ってこれなかったからって言ってとこに泊まってる人いたよ。確かに旅行の人絶対いいじゃん。うん、うん、ああ癒されるな。しかも温泉が近くにめっちゃあるから明日どこに行こうか迷ってんだよね。そう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 。宝平郷もいいし小金井もいいし、まあ、定山渓の温泉街でもいいし。どっちにする？いやーサウナ入りたいよね。小金井かな。また明日、うん、あ、明日スノーシューするから。あ、そうだね。うん、楽しみだ。スノーシュー入ってなんかウォーキングコースがあるらしくて、うん、そこを歩く。今日はあんまり昼の風景撮らないで夜になっちゃったから、うん、明日綺麗な撮れるといいね。いいですね。ご視聴ありがとうございました。それではまた。これマジいいな。それいいね。最高だね。ちなみにこういう風にもなります。トイレ行くときね、うん、しかもめっちゃ持つ。今日はこれずっとつけてるのに。うん、めちゃくちゃいい。おやすみなさい。おやすみなさい。